はい、では皆様、こんにちは。お時間になりましたので、はい、セミナーの方ですね、開始させていただければと思います。はい、では本日は、皆様ご参加いただきありがとうございます。はい、本日は株式会社坂田の種主催、いざ導入環境制御システム、生産者が語る導入のメリット、知っておきたいお金の話についてご参加いただきましてありがとうございます。本日はフードボックス株式会社の中村さんを含め、実際に環境制御を導入されている株式会社ふしちゃんの節田さん、酪農園の福田さんをゲストとしてお迎えし、3部構成でお送りをしておりますので、ぜひ最後までお楽しみください。またご挨拶が遅れましたが、本日司会進行を務めさせていただきます、マイナビ農業の向井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、本日ですね、第3部、第1部から第3部まで、このようなラインナップでお送りをさせていただきます。第1部、フードボックス株式会社中村さんよりですね、農業経営における環境制御について学ぶというところで、少しですね、レクチャー部分を含めて、お伝えを皆様にさせていただきます。で、その後、第2部の方で、本日ゲスト生産者としてお二人ですね、お迎えさせていただきながら、トークセッションの方を進めてまいります。で、第3部では、本日、坂田の種のアルスプラウトですね、こちらについて、ご説明をさせて、ご紹介をさせていただいて、最後、質問タイムと。ということになります。本日の、セミナーに関しましては、後日アーカイブを配信させていただく予定となっておりますが、質問タイムのみですね、本日限りとなっておりますので、最後までお楽しみいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では、早速、イントロダクションの方に入っていきたいと思います。本日ですね、今日のゴールといたしましては、皆様にぜひご参加、いただきましたので、こちらをお持ち帰りいただきたいと思っております。コスト、今日のゴールですね、コスト削減に向けた営農のコツ、視点を知る。そして、経験者の声を聞いて現場で活かせるポイントを知る。で、最後ですね、環境制御導入にかかる疑問や不安を解消していただくというところで、ぜひですね、こちらの内容をお持ち帰りいただきながら、充実したですね、時間を過ごしていただけたらと思っております。で、ここで、本日主催となります、株式会社坂田の種よりですね、ご挨拶をさせていただければと思いますので、佐藤さんよろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。私ですね、株式会社坂田の種ソリューション統括部の佐藤真也と申します。本日はですね、環境制御システムに関するウェビナーにたくさんの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。坂田の種と言いますと、種の会社じゃないの？なんで環境制御なの？お思いの方たくさんいらっしゃるかと思います。確かにですね、当社、トマト、ブロッコリーだったり、お花で言えばトルコギキョウなんかの、野菜だったり、お花の品種開発を行っている、会社ではございますが、一方でですね、そういった品種栽培する中で、様々な課題、高温だったり、人手不足、異常気象と、様々な課題に直面することがあると思うんですけれども、そういったところに対しても、いろんな方面から、ご提案できるように、農業資材の取り扱いもございます。今回はですね、その様々扱っている農業資材の中でも、環境制御システム、弊社で持ってますと、アルスプラウトという商品に関して、それに特化したウェブセミナーを今回開催させていただきました。今回のセミナーではですね、農業者に対する、経営支援の実績のある講師であるフードボックスの中村さんをお招きしまして、環境制御導入にかかる不安だったり疑問点というところを解説していただこうかと思っております。さらにはですね、第2部の方で、実際にそういった環境制御機器、システムを導入している生産者さん2人をお招きしたトークセッションというような機会を設けさせていただいております。こちらもですね、現場のリアルな声を皆様の方にお届けできるかなと思いますので、ぜひお楽しみに聞いていただければと思います。全体を通してですね、環境制御とは何か、導入事例だったり、その資金調達、といったところに関して、皆様にとってお役立ちできるような情報を、わかりやすくお届けさせていただきたいなと思いますので、ぜひ、最後までお付き合いいただければと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
ではですね、ちょっと講座を始める前にですね、皆様にちょっとチェックインというところで、よいしょ。はい。今日は今ですね、現段階103名の方にご参加いただいております。たくさんの皆様ですね、ご参加いただきありがとうございます。また、リアクションの方もどんどんいただきありがとうございます。運営側としては非常に心強いかなと思いますので、どんどんぜひですね、リアクションの方もいただけたらと思います。はい。またチェックインで、このセミナーに参加した理由はということで、ぜひ皆様にお伺いしてみたいなと思っております。当てはまるものをですね、投票画面にてご選択してくださいというところで、今、皆様の画面の方にはですね、こちら4つ、投票画面の方が出ているかなと思います。1つ目、環境制御について詳しく知りたい。で、2つ目、実際に使っている経験者の話を聞いてみたいと。で、3つ目、農作業の省力化、効率化、生産安定化について知りたいと。4つ目、知り合いが出ているから、ぜひ応援も兼ねてというところで、この4つですね、お一つ、一番近いものをお選びいただいて、チェックをいただけたらと思います。はい。いかがでしょう、坂田のさんさん、たくさん集まってきておりますでしょうか。そうですね。今は大変、たくさんの方からいろいろいただいております。はい。向井さんの方もこの画面は表示されてますか？今。あ、そうですね。表示はされております。はい。では、そろそろ、あれですね。結果発表といきたいんですけれども、坂田の種さんの方からいただけますでしょうか。投票をじ終ゃあ、ちょ了っとしてここいでただいご一て、度はい。とさせていただきます。例の結果を共有素晴らしい。いただきました。はい。ありがとうございます。あ、なるほど。今回37%ですね。環境制御について詳しく知りたいという方と、あと実際に使っている経験者の話を聞きたいというところで、はい。声を、たくさんのお声をいただいております。あと、知り合いが出ているからというところも、何名かいただきまして、ありがとうございます。はい、ぜひですね、最後まで楽しんでご参加いただけたらと思いますし、今日は結構リアルな、なんていうんですかね、非常に面白い話も聞けるかなと思いますので、ぜひぜひですね、最後までお楽しみください。はい。よいしょ。ではですね、今回ご質問のコーナーも設けておりますので、ぜひ講演中にですね、こちら Q&A の機能を使っていただきながら、実際に気になった点について、ご入力をいただけたらと思います。画面上の Q&A というですね、吹き出しが2つマークがあると思うんですけども、そちらをクリックしていただくと、ご質問をご入力できるような画面が出てきますので、そちらから中村さんの講演だったりですとか、トークセッションの中で実際に聞きたいことっていうところをご入力をいただけたらと思います。で、そちら最後のですね、質問タイムのところで一つずつご回答できればと思います。で、またですね、ちょっとお時間の都合上、いただいた質問すべてにお答えすることがもしかしたら難しいかもしれませんが、そちらに関しましては、あらかじめご了承いただければと思います。まあ、できる限りたくさんの方のですね、ご質問をお答えできればと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、その他ですね、ご質問以外のコメントに関しましては、チャット機能をご活用いただけたらと思いますので、例えば意見や感想を言いたいだったりですとか、ちょっとズームの操作がわからないという点に関しましては、チャットの方でですね、コメントの方いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では早速ですね、ここからは第1部に入っていきたいと思います。第1部は農業経営における環境制御について学ぶというところで、本日の講師ですね、フードボックス株式会社の中村さんにですね、ご講演の方いただければと思います。では中村さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こちらの声は聞こえてますでしょうか？大丈夫ですかね？はい。じゃあちょっと画面共有の準備をしながら進めていきたいと思います。はい、ちょっとフル画面の方にします。はい、これでフル画面になりましたかね。はい、では改めまして、フードボックス株式会社の、中村と申します。今日ですね、環境制御について学ぶという、入りの部分を私の方から、皆様の方にお伝えできればと思っております。お時間として、30分から40分以内というところですので、正直触りの部分しか、
お話しできないかと思いますが、まあ、重要な考え方というところは、きちんとお伝えできればと思っております。で、まあ、メインは後半のトークセッションで、伏田さんと福田さんに入っていただいての部分になるかと思いますので、まあ、突っ込んだ話は後半の方で聞けるというところで、考えついていただければと思っております。では、私の内容入っていきます。まあ、最初自己紹介等は簡単にさせていただいて、2番以降が今日の本題という形になって、まあ、5つですね、テーマというのを設定しておりますので、まあ、それぞれについてお話をしていければと思っております。はい、私自身の自己紹介なんですけれども、改めまして、フードボックス株式会社の代表取締役の中村と申します。私自身は、福岡県久留米市ですね、の、果樹農家のせがれとして生まれました。ただ、まあ、今、こういうふうに活動しているというところで、私自身は後を継がずにですね、妹の方が、実家を継いで経営をしておりますので、ちょっと後ほど次のページでお話しできればと思います。ただ、まあ、親族もですね、私の実家は果樹なんですけれども、親族の方が、まあ、米麦および園芸ですね。まあ、ここには施設園芸も含まれるんですけれども、そういった農業生産法人をやっていたり、飲食店をやっていたり、農機メーカーを経営していたりというところで、まあ、ファミリーとして幅広く、この食農業界に従事しています。で、私自身は、最初は、農薬のメーカーですね。というところで、一番経歴が長くて、ただ、日本国内の農業というよりは、中国と台湾というところでの、まあ、安全な農薬の使い方であったり、開発であったりというようなところを、経験して、まあ、コンサル会社を得て、フードボックスというのを2019年に起業しました。で、まあ、我々の説明は後ほど簡単にさせていただきますが、基本的には、コンサルティングという形で、農家さんであったり、まあ、企業さんであったり、あとは自治体さんというようなところのお困りごとに対して一緒に伴走している会社になっております。まあ、大体年間20件から30件くらいですね。ちょっと今、案件数自体は絞りつつあるんですけれども、携わっているというような会社になっています。で、私の実家はですね、もともと梨だけをやってたんですけれども、ここにあるように、私の妹が後継ぎとして、継いでからですね、いちごとぶどうという3品目ですね、梨も加えて、っていうのでやり始めました。で、まあ、自社で全部売ってるということで、まあ、観光農園、直売所、カフェを、まあ、フルトリエ、中村果樹園という名前でやっています。で、まあ、この左側にあるようにですね、いちご、のハウスというのが、まあ、降雪2段のものがありますので、まあ、ここの中でいろいろな環境制御装置というのを新しいものを試したりですね、使ったりしているというような形になっています。まあ、もしお近くの方はぜひ福岡久留米の方に立ち寄っていただければと思います。で、我々フードボックス自身はですね、東京に本社がある会社なんですけれども、私の地元の、福岡県久留米市の方にも九州の支社というのを置いております。まあ、作る人から実りあれというところを我々の存在意義として、まあ、作る人というのは農家さん、および今この食農業関連の、業界というのを作る、まあ、メーカーさんであったりとか、流通の方々と一緒に、まあ、実りあれというところで、まあ、継続的に、経営をしていくためには、やっぱり利益は残らないといかないというところで、まあ、作る人たち、我々が、まあ、実りある状態というのを、まあ、達成できるように、伴走していく会社という形で、まあ、今、業務委託インターン含めて7名くらいでやっております。まあ、事業としては左側のフードプランニングという、まあ、いわゆるコンサルティングの業務が多いんですけれども、まあ、右側の方で自社で今新規事業ということでですね、まあ、いくつか、開発をしております。なので、まあ、我々自身は、全国のですね、農家さんであったり、あとは、まあ、メーカーさん、企業の方々、自治体の方々と一緒に、まあ、いろいろな、作物、いろいろな規模の農家さんの経営課題というのに対して、取り組んでいる会社ですので、まあ、その中で得た、まあ、知見であったりとかっていうのを、まあ、今日、環境制御というテーマに沿って少しお話をしていきたいなというふうに思っております。はい。では、ここから本題に入っていきたいんですけれども、まあ、この春先、まあ、皆様、今日全国からご参加いただいていると思うんですけども、多分雨が多いよとかですね。もう今年春、まあ暖冬だったのにいきなりこう寒くなったりとかですね。まあいろいろな気候の変化ですかね。というのが本当にここ数年激しくなっているというところは、まあ皆さん感じられているところじゃないかなというふうに思っております。まあそういったところの、まあ特に施設、園芸、
という中で、コントロールしていくのに使えるものが、まあ、今回の環境制御というものになっております。まず環境制御のちょっと内容に入る前に、これは、今日のゲストである、伏田さん、福田さんとも、事前の打ち合わせの中でですね、出てきたんですけれども、結構こう、農業経営の中において、どういう、投資判断をしているのかっていうのが、まあ、この環境制御を例えば導入する以外にもですね、例えば倉庫を建てる、選果場を建てる、トラクター買う、まあ、いろんなものをですね、農業やる上で必要になりますので、皆さん、買われていると思います。ただ、それが本当に正しいのか、みたいなところっていうのを振り返っている方っていうのはあまり多くないのかなと。で、やっぱり、ここはですね、農業経営の目的というのは、やっぱり継続して、持続的に農業をやっていくという観点からすると、利益ですよね。っていうのをきちんと残す形にする。まあ、利益を最大化していく、ということなのかなと思っております。もちろん違う価値観でですね、農業に携わられている方もいらっしゃるので、まあ、ここは全て、とは言いませんけれども、やっぱり継続して、農業経営を続けていくためには利益が必要だというところ。で、その観点からすると、まあ、利益につながらない投資というのはする必要がないというところをやっぱり大前提として置いておく必要があると思っています。まあ、例えばですね、私の、まあ、親父世代とかですね、いろんな方を見ていると、結構こう、大きな倉庫を建てたいとかですね、あとは、まあ、馬力の大きいトラクターを買うとかですね。まあそういった、何でしょう。本当にそこまでスペック必要なのかとか、そこまで大きいの必要なのか、みたいなものをですね、ドカンと、まあ、投資をしてやっていくというのを、まあ、小さい頃から何回か見たことがあるなと思っております。これは、まあ、私の実家っていうだけではなくて、まあ、周辺の農家さん含めてなんですけれども、それって本当にこう、利益の最大化であったりとか、まあ、例えば効率化をして、まあ、働く時間を削減するとか、そういったのに本当につながっているのかなっていうところはですね、やっぱり、今回のこの環境制御というところを通してもですね、今一度前提として置いておかなきゃいけない部分かなというふうに考えております。なので、過剰なものを投資する必要はないと思いますし、本当に、まあ、今、必要なものですね。っていうのを、まあ、身の丈に合った投資をしていくというようなところが大前提として必要かなと思っております。で、もう一つはですね、農業というのは自由度の高い、まあ、職種産業だと思っています。なので、目指したい農業経営というのは、多分皆さん違って当たり前ですし、皆さんが目指されたい、こういう農業経営したいみたいなところというのは全て正しいというふうに思っています。なので、多分皆さん、例えば、家族、青色申告の個人事業でやっている方もいらっしゃれば、株式会社化している方、まあ、農事組合法人という組織形態でやっている方もいらっしゃると思いますし、作物もバラバラ。で、規模も、まあ、違う。あとは、まあ、販売方法というところも、まあ、市場出荷、系統出荷、あとはスーパーとの契約、あとは直売をする。もし、とか、あとは、まあ、加工しないと、食べれないような、生鮮だけではないような作物というのはあるので、加工をどうやっていくと。まあ、いろいろな多分考え方があると思います。ただ、こういった投資をするときですね、新たなものを導入するときには、先ほどの、利益につながるのかという観点もそうなんですけれども、自分が目指したい農業経営っていうところに、一歩でも近づくような投資なのか、一歩でも近づくような、ものを今買おうとしているのか、っていうところは、やっぱり考えた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、今回の環境制御というものに関しても、すべてを解決するものではありませんので、本当に必要かというところは今一度考えていただきながら、今日の話を聞いていただければなと思っています。どうですか、皆さん。目指したい農業経営って、明確になっていますかね。まあ、ここを多分経営者である方と一緒にやられているご家族とで違ったりとか。あとは、親父、そうですね。まあ、あとは従業員の方と、社長の中で少し、温度差、目線が違っていたりとか、いろいろなところがあると思うんですけれども、こうやりたいんだという、やっぱり農業経営とか、向こう3年、5年の目標とかですね、そういったものっていうのはあった方がですね、目指したい、登りたい山というのが明確になりますので、ここは今一度考えていただいた方がいいかなと思っています。
で、まあ、環境制御というのを導入するにあたってもそうなんですけれども、まあ、何かを解決するものが環境制御の装置だとしたときに、じゃあ、今皆さんが抱えている経営課題ってどういう課題があるのかっていうところを、まず特定していく必要があると思っています。例えば、これ、まあ、左側に今出たと思うんですけれども、まあ、ある程度、こう、共通している内容を入れているつもりではありますけれども、働く人材の不足というのは多くの地域で起こっていると思っていますし、まあ、資材ですね。というのは、やっぱりこのウクライナ、ロシアの点であったり、あとは円安であったりとか、いろんな情勢から価格が上がっている。あとは、まあ、冒頭にもお話ししましたが、天候変化によって、で、やっぱり、同じような品質とか、収量を担保すること自体が、かなり難しくなってきている。あとは、やっぱり、どうしても、人に属人化していて、その生産ノウハウとかっていうのが、なかなか、みんなで共有ができないとか、再現性が低いとか、っていうのは、まあ、いろいろな課題ですね。まあ、下の方には、働き方改革とか、単価が、変動してるよとかですね。いろんなものがあると思いますので、まあ、こういったところも含めて、今、自社が抱えている、まあ、課題ですね。っていうのが何なのかっていうのを一度洗い出していただければなというふうに思っています。で、その中で、じゃあ、優先順位高く解決していかないと、もう経営が続けれないよと、農業経営自体が立ち行かなくなるようなものというのも多くあるのかなと思っています。まあ、ここでは、まあ、環境制御に関連するところというところで少しピックアップはしているんですけれども、一つやっぱり組織人材と、いうところを人不足による、経営が続けない、難しくなっている。あとはやっぱり働きやすい環境ですね。ここはやっぱり天候変化とかがやっぱり激しくなる中で、もう夏場のハウスの中なんていうのに入るというのは、まあ、かなり健康上危ないというようなところがあるので、まあ、よりこうみんなが働きやすい環境を整備していく。あとはやっぱり人が足りない中で農業経験者だけが入ってくる。流れでもないので、農業経験の方っていうのをどんどん入ってきていただくようにする必要がある。もしくは農業界としては新規就農者等々もやっぱり増えていった方がいいというようなところ。あとはまあ生産のところによると、まあ先ほどからお話に出ているような、やっぱり栽培自体がより難しくなってきている。まあここは今回の坂田の種さんのような種苗メーカーさんが天候とか、まあ病害虫に強いような品種を改良するという部分もあるんですけれども、それだけでやっぱり追いつかず現場での栽培方法、というのをやっぱりちょっとずつ変えていくとかっていうのも必要になっているのかなと思っています。やっぱり属人的な、まあ、栽培技術とかっていうのを、まあ、データとして取ってですね、蓄積して、その人じゃないとわからないというところを減らしていくというようなことも必要になってくるかもしれません。はい。まあ、こういった、自社の経営課題というのを、まあ、洗い出してみると、優先順位高くやっぱり解決していかなきゃいけないよねというものが多分いくつか出てくると思います。じゃあ、それを解決する手段っていうのが何なのかっていう時に機械を買ったり、設備を買ったり、例えば今回のような、まあ、使うべき環境制御というのを選定していくというところに行き着きます。なので、この流れですよね。自社がこういう課題があって、これを解決したいから、こういうものを入れるんだっていう流れがないと、なんとなくかっこいいからこれを買ったとか、なんとなく便利そうだから環境制御を選びましたみたいなのと結構本末転倒になってしまう、パターンがあると思っています。なので、まあ今日後半のお話にも出てくると思いますけども、なぜ牛田さん、福田さんっていうのが今入れられているのかっていうのはかなり明確な目的と解決したい経営課題というのがあるからだというふうに思っておりますので、何かを導入するとき、何かを買う前にはですね、そもそもそれって今の自分たちの経営課題解決してくれるのかとか、っていうところをきちんと考えていただいた方がいいかなと思っております。で、ここからがちょっと環境制御についてなんですけれども、まあ、環境制御の定義ですよね。って何？って言ったときになかなかこうバシッとこういうものだよという、まあ、定義がない。というところで、ちょっと農水産であったりか、いろいろ見ていたんですけれども、これ富山県の農林水産部さんの資料からちょっとお借りをしています。まあ、ここに書いてあるようにですね、施設園芸における
作物の生育というのは、まあ、露地栽培というように湿度であったり、土壌水分とか、といった、まあ、施設園芸特有の環境にも大きな影響を受けますよと。ただ、施設園芸だと、ある程度空間の中でですね、栽培できるので、まあ、これらの環境というのをコントロールしやすいというメリットがあって、まあ、生育に最適な環境に制御することで、やっぱりこれですね、収量、品質を大幅に向上させることができますよと。なので、環境制御というのは、施設内の環境を随時モニタリングして、そのデータっていうのをもっとずい、に基づいて、まあ、作物の最適な環境を作り出し、最終的には収量と品質を向上させるというところで、経営に寄与していく。利益を増やしていく。売り上げを上げていくというところに直結するというのが、環境制御の定義というふうになっています。で、一応ですね、今回参加をいただいている、ゲストの農家の方々とも話をしまして、まあ、今回我々の環境制御の定義というのをもう少し細かく作ってみました。一つは先ほどの、富山県さんの内容にもあるようにですね、各種センサーで環境データというのを自動で計測するというのは、当たり前に、ある必要な機能だというふうに思っています。まあ、環境データって何っていうのは、まあ、ここにあるもの以外ですね、温湿度、まあ、放射であったり、日射量、CO2 濃度とかですね。あとは、まあ、外気象というところで風速とか、っていうものを、計測するっていうのはもちろんですし、あと、この環境データ自体はですね、作物、作られている作物によって必要なもの、必要でないものというのが分かれてくると思っています。ただ、このデータだけではなくてですね、重要なのは、農家さんによる設定の値と左側で計測した値というのに基づいて自動で、まあ、設備、機器をコントロールしていただくというようなところになっています。まあ、サイドですね、ハウスなので、まあ、戦争であったりサイド、谷というところの開閉もあると思いますし、まあ、水回り、換水をする、まあ、循環線、まあ、CO2 を発生させるみたいなところというのを自動でコントロールをしてくれると。というところが、環境制御の、重要な役割になっています。ただし、これですね、農家による設定値っていうのが、環境制御を導入する以前に、すごく重要なものになっていると思う。要するに、何度に設定すれば、どういう状態、どういう水分量、土壌水分量にすれば、自分の作物が、収量が上がる、もしくは品質が上がる。まあ、それが、春夏秋冬ある中でシーズンによってこういう差があるみたいなところが特定できなければですね、どんだけデータだけを測っても、自動でコントロールするところの基準というのがないということになりますので、そもそも、自分たちのこういう設定値にした方がいいよねという部分が明確にないと、なかなか、正しいコントロールはできないというふうに考えております。もう一つは、まあ、これだけ今、スマホであったりとか、まあ、iPad であったりとか、いわゆるああいうタブレットが発達してきていますので、まあ、計測したデータっていうのを蓄積をしていくというところと、携帯等にですね、アラートを鳴らしてくれるというようなところというのも非常に重要ですし、あとは遠隔操作ですよね。補助に行かなくても、換水をオンにする、ストップにするとか、窓を開けるとかですね。まあ、いきなり天候が動いたときに、そういった細かな、操作というのが、現場に行かなくてもできるというようなところは、当たり前ですけれども、今の環境制御の重要な役割なのかなというふうに思っています。で、こちら、まあ、今日主催の坂田の種様の方から画像提供いただいたんですけれども、まあ、これハウスの中でできること、というのを、イメージという形で入れさせていただいています。まあ、やっぱり多く使っていただいているのが、まあ、換気ですよね。ハウスの開け閉めであったりとか、谷の、換気であったりとかっていうところをコントロールするというようなところで使い始められる方が多いのかなと。あとは、換水ですね。水やりというようなところが、まあ、なかなか現場に行って、少し水をまあ、蛇口を開けるとかですね。そういったところをしなくてよくなるというようなところ。あとは、まあ、中の気象ですよね。温度、湿度みたいなところというのをきちんと測って
て、最適な、栽培環境というのを整えるというようなところ。まあ、それに応じてミストが発生したり、まあ、作物によってはですね、CO2 の発生みたいなところまで、コントロールをされている方々がいらっしゃるのかなというふうに思っています。あとは基本的にはハウス内部だけなんですけれども、まあ、外気象センサーというものをつければ、外との差分ですね、とか外が一気に冷えてきたら、みたいなところで、ね、中のコントロールをするというようなところ。まあ、こういったものが、同時にできる。まあ、必要なタイミングでできるというようなところが、環境制御でやれることのイメージなのかなと思っています。なので、例えば、すごく朝早い時間に換水をするとかっていうのが今まで自分たちが行かなきゃいけなかったところが行かなくても自動でできるであったりとか、あとやっぱりこう人間の体感と目で見た温度計だけの温度で見て、例えばハウスの開け閉めですね。私も小さい頃よくやらされていましたけど、ちょっと開けておいてくれって親父から言われるそのちょっとがわからずにですね、ガッと開けると開けすぎだって言われるわけですよね。少し水やっといてって、その少しとかちょっととか、その、なんですかね。やっぱり、その本人が持っている感覚と、私が子供として分かるものとか、まあ、例えばこれ従業員の方も一緒だと思うんですけど、やっぱり違うと思うんですよね。やっぱその辺の、ちょっととか、少しとか、まあ、何センチって言ってくれればもっと分かりやすいんですけど、ただやっぱりそういった人伝いで聞いて言われてやるようなことっていうのよりも、やっぱりこういった機械の方が細かく制御が正しくできるというようなところに、なってくるのかなというふうに思っているので、やっぱりそういった、家族以外の方が働くとき、まあ家族でもそうだと思いますけども、やっぱりなかなか共通言語とか感覚が違う中で、そこのブレをなくしていくというものでもあるかなというふうに思っています。そうですね。ちょっとここはもう参考までなんですけど、じゃあどういうふうなタイミングで導入するんですかって言ってですね、結構下の方に書いてる表は、まあ、ちょっとこれ参考と思っていただければと、いろんなこう経営の規模感が変わっていくタイミングがあるので、もちろんそういった時に導入するっていうのはあるんですけれども、実際こう上に書いているように、導入するタイミングが農家さんによって様々だと思っています。ただやっぱりハウスを増やすとか、規模を拡大するよというタイミングで、新しいハウスから入れられるという方もいらっしゃると思いますし、人を雇うという時に、まあ先ほどのように家族だけでやっていたところから人を雇うから、やっぱりきちんと、した管理であったり、働く環境を整える。もしくは農業を知らない方と一緒にやっていくので、より誰でもできるような、栽培のシステムにするために入れるとかですね。まあ、世代交代をするタイミングで入れる。あとはやっぱり、天候っていうのの変化が激しくなって、なかなか夏場に作業ができないとか、まあ、そういったところだから入れるとか、まあ、いろいろな、タイミングがあると思いますので、まあ、必要だなと。これやっぱり課題が大きくて、このまま行くと、経営に影響が出るな、みたいなタイミングで入れていただければいいんじゃないかなと思いますので、まあ導入のタイミングは本当に人によって様々だと思っております。じゃあ、ここからですね、ちょっと環境制御を導入するメリットみたいなところ、後ほどのトークセッションでも細かく、話をしていくんですけれども、一旦見ていきたいと思います。一つはですね、まあ自動化することで、農業生産にかかる時間ですね。っていうのを、まあ、省力化する。で、結果、まあ、多分今日参加されている方は農業経営者の方もいらっしゃれば、現場の方もいらっしゃると思うんですけども、どちらにとってもそうなんですけれども、現場での労働時間の削減というところが、まあ、一番最初に、メリットとして出てくる部分ではないかなというふうに思っています。で、まあ、やっぱり時間がないっていうのは、やっぱり農業、まあ自然相手にやっているところですので、コントロールできない部分というのはいっぱいあるんですけれども、少しでも経営に当てる時間であったりとか、そういったのを、作っていくという観点でも導入するというのは意義があると思っています。で、二つ目ですね。まあ、先ほどの、まあ、データをまず計測しますというところを元にした、明確な指示というのを家族に対しても、従業員の方にも出すことができると。で、それによって植物生育と、いうのがきちんとコントロールできるようになると。で、その結果、収量が増加したり、まあ品質というのが向上してくるというところにつながってくるというところになっています。なので、まあデータを計測するだけじゃなくてですね、それを見ながら自分たちが設定した値と違ったのであれば、それをもう一度、従業員の方に、何ですかね、携帯等で
調整をしてもらうとか、現場にいて調整してもらうみたいなところで指示出しがやりやすいと。それによって生育というのがある程度均一化されて、収量、品質というのが上がってくるよというのが、まあ、二つ目のメリットになっています。で、三つ目ですね。三つ目のメリットとしては、そういったデータを、まあ、一年間だけやっていると、あまり傾向はつかめないと思うんですけれども、三年、五年、まあ、まして十年みたいな形で、まあ、今後ずっと蓄積をしていくというところを、前提にすると、それによって、こういう天候の時にはこういう課題があるよね、とか。こういう、例えば今年が、かなり暑い夏になりそうだ、みたいなところになると、じゃあ3年前、同じような状況があったから、こういったことが起こるから、事前にこういう対策をしようとかですね、課題の可視化、っていうのが、わかるようになりますし、まあ、植物のより良い生育状態っていうのもより分かってくるかと思います。なので、やっぱりデータというものがあることによって、それをかつ蓄積することによって、これまで見えなかった経営の課題、栽培の課題が見えて、それを対応していくと。それに対して、改善をしていくというようなところで、より良い、農業経営、現場の改善につながってくるというようなところが、環境制御の、一般的な導入のメリットだというふうに思っております。で、一方で、デメリットであったりですね、注意点と、ここは、ちょうど、失敗例とかは、白さんと、福田さんの方にもお伺いしたいんですけど、まずはそもそもですね、自社のコントロールすべき項目とか、その設定値が把握できてないっていう場合は、データをどれだけ取得しても、制御してもですね、収量増とか品質の向上にはつながらないと。ひいては、まあ、利益の最大化にもつながりませんよ、というところなので、やっぱり自分たちの、例えばトマトだったら、トマトの、ベストな温度帯であったりとか、いろいろなこう、項目に対して、これぐらいをやっていきたいというところを、まずは把握をできていないと、そもそも環境制御を入れたとしてもですね、プラスの方向にはつながっていきませんよというところが一つ。で、二つ目は計測するデータっていうのは、やっぱり完璧ではない時がありますと、それは、計測機器の、まあ、問題であったり、設定であったりとか、あとは何かしらの、アクシデントがあって、ブレるというようなところはやっぱりあるので、その計測データだけで何か経営の判断してしまうというところにはリスクがあるというようなところ。で、三つ目はですね、仮にデータ見える化して、で、じゃあこういうことを改善していけば、より、収量が上がるねとか、品質が上がるねってなったとしてもですね、それを実行できる人ですよね。現場オペレーションの体制がなかったり、そこに対して社員の方が考えが追いついていなかったりすると、成果ですね、利益の最大化とかにはつながりにくいというようなところもあると思っています。で、あとはですね、環境制御なので、そのハウス内、もしくは外気象でハウスの周りの気象みたいなところというのは、きちんとデータを取れて、制御はできるんですけれども、じゃあ、例えば、今、重油コストね、かなり上がっていると思うんですけれども、そういった、重油コストが上がっている中で、どんどん作っていって、利益が出る、みたいな、要するに外部の要因、というところは、環境制御じゃ当たり前ですけど、加味ができませんと。なので、正しい経営判断というのは、最終的には経営者、というのが、まあ、担う必要がありますよと。なので、すべて環境制御が、農業経営を解決してくれるわけではなくて、あくまで、そのハウス内の環境というのを整えてくれて、より生育に最適な状況を整える。それ自体が自動でできる。っていうところはあるんですけれども、やっぱりトータルとして農業経営の中での判断というのは、経営者がやる部分が大いに残っているというふうに思っています。なので最後にですね、環境制御を導入するための、重要なポイントとして、まとめると、環境制御で取れるような定量的なデータ、計測データというのはもちろん重要ですので、そこは、自分の作物に必要があるところは全部取っていきましょうと。で、それ自体を、まあ、3年ですね。1年とかだけで見るんではなくて、3年、5年と蓄積することで変化というのの予測がついてきたりするので、ここはきちんと取って活用しましょうというのは大前提である一方で、あとは先ほど、
お話をしていたように、やっぱり言っても、品質とか収量が向上するためには、植物の生育状態がどういう状態にあるのかというのを現場で見なきゃいけませんと。なので、環境制御でコントロールしている環境に対して、植物の生育って実際どうなのっていうのを、やっぱり経営者であったりとか、現場の農場長であったりとか、担当の方が見てですね、生育状態の変化を見ながら、最適な設定条件とか、植物の状態っていうのをやっぱり日々調整をしていって、ベストなうちは、こういう状態、こういう設定値だねっていうのを、やっぱり常に、アップデートしていくというようなことが、重要になってくるんじゃないのかなというふうに思っています。なので、環境制御だけでですね、すべてが、解決するわけではないんですけれども、植物の生育状態っていうのをきちんと現場で見ながら使っていくというときには、かなり省力化であったりとか、今まで人ベースですべて開けていた換水であったりとか、あとはサイドの開け閉めであったり、みたいなところもコントロールできますので、こういったところは、大いに活用のしがいがあるのかなというふうに思っております。で、最後にですね、ちょっと導入するときに、やっぱりどうしてもコストがかかるよ、ものによってですね、っていうようなところがあるので、補助金の活用を考えられる方っていうのが多いんじゃないかなと思っております。で、ここにあるようにですね、農水産が出すものとか、農研機構さんが出すものとか、あとはですね、各都道府県さんが農水産から受けて出すもの、いろんなものがあると思うんですけれども、ちょっと一個一個のなんかメニューを見ていくと、膨大な時間がかかりますので、補助金の活用のポイントとどうやって探すかというところだけ、これと次のページ、2ページでご説明して終わりたいと思っています。補助金ですね、そもそも補助金ありきで、動いていくということは皆さんないと思うんですけれども、自社の経営に、プラスになるような補助金、身の丈に合った補助金を活用しましょうと。というようなところ。で、もう一つは、やっぱり農水省の、予算ですね。によって各種補助金のメニューが決まって、で、それ自体が最終的には都道府県とか市に降りてきて、申請とか交付が、実施されますというところがありますので、やっぱりまず年度というものが、ベースとして動いていきます。今、この4月から令和6年度ですよね。なので、こう、年度であったり、スケジュール感というのは大体大まか、毎年決まっているし、前年度の内容によって予測ができるので、準備をきちんとしていく必要があるものかなと思っています。国の出すスケジュールとしては、大体こう、毎年年明けぐらいですかね。今年でいくと1月とかに、大まかな予算というのが出て、それを元にした、補助金メニューが、こういうのが今年はいくらやりますよというのが、要領とか公募とかが出てくるのがこの春ですね。3月、4月、5月、まさに今、みたいなところだと思っているので、そういったのは日々情報を収集する必要があるのかなと思っています。やっぱり最終的には都道府県であったり、市町村の、農政課であったりとか、園芸課であったり、もしかしたら流通貿易みたいなところの課かもしれないんですけれども、そういったところを通して、申請をしていくものが多いので、早めに都道府県であったり自治体のご担当者さんに相談をされた方がいいと思っています。で、あとですね、ちょっとネット検索をするとかなりいろんなものが出てきて、正しいのか正しくないのか、あとは2年前のものであるのかっていうのが出てくるので、もし Google とかで検索をされる場合っていうのは、例えばキーワードですね、今回行くと環境制御とか、スマート農業というのに加えて、スペースを置いて、令和6年度で補助金とかっていうのを組み合わせて探された方がいいかなというふうに思っています。で、これは一つだけ、農水産とかで探す場合にというところでの、事例として最後お伝えをできればと思っています。外出する補助金の探し方は一番いいのはもちろん都道府県や市町村の担当の方に相談をする。もしくは、例えば今回でいくと環境制御ですよね。その装置を売っているメーカーさん、もしくは販売店さん、というところが導入に活用できる補助金とかっていうのはある程度把握をされていますので、そういった方に聞いて導入したいんだけれども、自分の場合該当するのかとか、どれぐらいの補助があるのかとか、そういったところを、聞いていただくっていうのはいいと思っています。やっぱり額が大きいものとか、より、早めに、そういった農水産の考えとか、あとはそこからの補助金のメニューを知りたいといった場合はですね、農水省さんのホームページ、の中にですね、このちょっと青色で分かりにくいんですけれども、キーワードから探すっていう、
ところがあります。一個一個ですね、このメニューをクリックして見ていくとかなり時間がかかるので、ここにですね、さっきのように令和6年度、スペース、補助金、スペース、環境制御、みたいなのを入れると、この農水のホームページの中にある必要な情報だけが出てきます。このキーワードで検索した結果はこの右側なんですけど、まあ、令和6年度、強い農業づくりの支援とかですね、農地利用効率化等支援交付金とか、まあ、具体的なものが出てきます。で、これをですね、だいたいクリックすると、さらにこの右側のような、まあ、ページであったりとか、公募要領みたいなのが出てきたりします。で、これですね、内容を読んでいて、まあ、私もいろんなものを見るんですけれども、一個一個詳細までやっぱり把握するのは結構難しかったりします。なので、この例えばスマート農業総合推進対策というのに、自分が該当するのかとか、これは誰に相談していけばいいのか、みたいなところが、悩まれると思うんですけれども、その時はですね、絶対こう右下にお問い合わせ先っていうのが書いてあります。まあ、今回のこのスマート農業の総合推進対策でいくと、まあ、農林水産技術会議事務局。研究推進課ですかね。で、番号も書いてあります。なので、こういったところに、直接電話をしていただくと、いうようなところで、自分が該当するのかとか、誰、県だったら、県の窓口とかとやるべきなのかとか、そういった進め方等々について、教えていただけるのかなと思っています。なので、基本的にはこれ、農林水産省さんのページで見る場合というのをお伝えしてはいますが、例えば県とかも同じだと思います。絶対に担当部署というのは書いてありますので、まあそういった方々に聞いて、今回こういう目的でこういうものを導入したいと。で、それについてこれの補助金が使えるか、みたいなところを聞いていっていただくというようなところがいいのかなというふうに思っています。まあ今日参加されている方にはもうすでに県の方々と日々連携されていて、県側、まあ、市町村側からですね、声がかかる方も多いとは思うんですけれども、新たなものを導入していくときっていうのは、なかなか補助金情報がまとまっているところがなくて困ったりすると思いますので、まあ、都道府県市町村の担当者の方にご相談する。メーカーの方、販売店の方にご相談する。あとは自分で探す場合というのは、ある程度キーワードを絞って探していくというようなところがいいのかなというふうに思っております。はい。ちょっと駆け足ではあるんですけれども、第1部のですね、農業圏の中における、まあ、環境制御と、について学ぶというパートは、ここまでというふうにさせていただきたいと思います。まあ、かなり競争的なというかですね、定義であったりとか、全体的な、表面的な話が多かったんですけれども、これをもとにですね、後半のトークセッションで、伏田さんと、福田さんと、具体事例について、深掘っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。一旦私のパートは以上とさせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆様もありがとうございます。拍手いただきまして。はい。では続きまして、第2部の方に入っていきたいと思います。はい。はい。ここからはですね、実際に本日のゲストをお迎えいたしまして、今日はフードボックスの中村さんと、株式会社フシちゃんの伏田さん、そして丸福農園の福田さん。の3名でですね、トークセッションの方を、始められたらと思っております。はい、下さんと福田さん、画面の方をオンにしていただいてもよろしいでしょうか。はい、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずですね、お二人の、農園の紹介と、あと実際にお二人がどのような今、環境制御システムを使われているのかっていうところを、ちょっと簡単に、ご紹介をさせていただいて、そこからトークセッションの方に入っていきたいと思います。ではですね、志田さんの方からよろしくお願いします。じゃあ一度ですね、ミュートの方を解除していただいて、はい、自己紹介をお願いします。はい。皆さん、こんにちは。茨城県つくば市で、農業、してます。伏田と言います。よろしくお願いします。私ですね、兵庫県出身で、まあ、大学卒業してから居酒屋で働いたり、銀行で働いたりしてですね、2015年にですね、つくばに新規参入っていう形で、入りました。そこでですね、まあ、
かれこれ10年前ですね、入って、そこから10年間でですね、現在ですね、ハウス61棟でですね、小松菜、水菜、ほうれん草、ロメイン、レタスの周年栽培、有機ジャスアジアギャップ認証取得ですね。して、あと、有機のいちごを3年ぐらい前から始めてますというところです。で、社員、まあ、労働は書いてある通りですね、な感じで、労働力ですね、やってますというところです。はい、次のページお願いします。でですね、うちハウス61棟ありまして、そのハウスの形がほぼこの形になってます。これどういうハウスかっていうと、まあ、簡単な、まあ、22パイとか25パイで作ってるですね、簡単なパイプハウス、そんなに高くないもんですね。それに、ですね、人力で環境制御できるような仕組みになってます。ですね、遮光ネットを、最初は載せてまして、それをですね、ドリル、ドライバー、要はインパクトで、上げ下げできるようにしてたりとか、肩に谷管つけてまして、これも上げ下げできるようにしたりとかしてたりとかですね。あと、内張りを入れててですね、まあ、冬寒くなったら、下ろして、さらにウォーターカーテンもほぼ全ハウス入れてますんで、水を、ウォーターカーテンを使ってですね、真冬であれば外マイナス8度ぐらいになりますけど、中は3度ぐらいになりますよ、みたいなものを入れてると、いうところ。で、その中で、次のページをお願いします。でですね、環境制御何使ってるのというとですね、この左のトランシーバーみたいなものでですね、土壌水分を測ってます。10センチ、20センチ。あと、地表の温度を測っててスマホに飛ばしてるっていうことをやってる。っていうのと、あとは全ハウスですね、スマホでですね、散水予約ができる仕組みを、入れてるというところでございます。はい、こんな感じでやってます。以上です。はい、ありがとうございます。では、続きまして、福田さんですね。自己紹介含め、はい、ご紹介の方お願いします。はい、じゃあ皆様、はじめまして、栃木県鹿沼市というところで、トマトを生産してます。マルク農園の福田と申します。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。ですね、私も前職は、苗ですね。まあ、プラグ苗を生産する会社に勤めてまして、そこから退職をしまして、まあ、就農という形ですね。私の場合は、親父がトマト農家をやってたので、2代目という形になります。それで私の代になってから、福あかねというフルーツトマトを作るようになりまして、まあ、系統出荷もしてます、JA さんの。なので、まあ、年間、ここにあるようなカラフルのミニトマトとか、いろんなものを作りながら9種類ぐらい、生産してまして、それをですね、別々にこう、やっぱり栽培しなくちゃいけないので、休益もね、水管理が変わるので、そのシステムなんかも自分で開発とか、したりとかして、ます。で、まあ、出荷先も系統から、あとは、ホテルさん、飲食店さんですね。それからあとスーパーさんとちょっとチャンネルは多く持つようにしております。はい。あとはまあちょっと加工、こんなジュースを作るような加工品も、これは家内の方で、嫁さんの方がやってますね。ということで、はい、やっております。じゃあ次に行っていただいてるんですか。はい。これがですね、今回アルスプラウトさんの、まあ、坂田さんが扱ってるアルスプラウトの機械の、まあ、前身になるものですね。ワビットさんっていうところでやってて、今、アールスプラウト社になってますけれども、の計測機械です。で、ダッシュボードが左のような形ですね。で、まあ、ここに出てる数字は、気温、それから、外部の日射、これオレンジのラインですね。あとは、換気の、何回開いたみたいな、何パーセントか、何パーセントになってましたかみたいなものがグリーンのグラフかな。で、青いのが、暖房機の稼働時間みたいなものを、中で設定を組むことで、可視化することができますということですね。で、次のページお願いします。はい。これ他社さんのもので、左のものは別のハウスでちょっといろんなものを使ってますので、左のはイスラエル製のガルコンっていうメーカーのガリレオというシステムですね。で、モニタリングは、セイバさんの方の、これはプロファインダー。ですけれども、で、計測をするというものもやってます。あ、じゃあ次お願いします。あ、次のスライドお願いします。あ、すみません。ありがとうございます。で、
いろんなものを入れてるので、ちょっとやっぱりデータがバラバラの並びになったりするので、CSV で抜き出して、ですね、あと、生育調査っていうのを植物実際測ることをやりまして、やっぱデータは活かしてなんぼっていうところがあると思うので、あれですかね、実際のその生育のステージっていうんですかね、展開した葉っぱみたいな形で数えてるんですけれども、モデル値っていうんですかね、算出値と実際の値がどうだったか。で、その修正はどういうふうにしたらいいかみたいなものをこうグラフ化したものが、こんなものになってます。そういうのをちょっと検討しながらやってます。で、左側は、左じゃない、右側ですね。右側はフリアっていう、サーモカメラを使って、その環境の、ハウスの中の温度は例えば25度なんだけれども、直射当たってると、まあ、26度ぐらいになってるよね、みたいなのをちょっと確認しながら。ああ、やってますね。赤いところは果実ですね。果実がこんだけ周りの葉っぱに対して赤くなっているという温度が高いということですね。この写真は。はい。という感じで、栽培をしております。はい。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。では、ここからは実際に、お二人でですね、取り組まれていることに関して、ちょっと中村さんを進行していただきながらですね、トークセッションの方入っていきたいと思います。で、今回ご用意させていただいておりますテーマといたしましては、一つ目、なぜ導入をしているのか。で、二つ目、数値化をするメリットと気をつけるべき点。で、三つ目、今後の環境制御の活用方法。あとは欲しい機能とはというところで、進めていただければと思います。皆さんぜひですね、今日は Q&A のですね、機能を使っていただきながら、実際にもっとお二人にですね、聞いてみたいことだったりですとか、あとは、皆様自身が環境制御のですね、今活用されていらっしゃる方であれば、欲しい機能だったりとかもですね、ぜひご意見いただければと思いますので、どんどん Q&A にてですね、ご入力をいただければと思います。そちらに関しては、後半の最後、質問のところですね、ご回答を皆様とできればと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。では、早速、ここから中村さんの方にバトンタッチさせていただいて、トークセッションの方入っていきたいと思います。では、中村さん、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。じゃあ、ここから深掘っていきたいんですけど、ぜひ、皆さん質問等随時いただければと思います。じゃあ、一つ目ですね。まあ、なぜ導入しているのかもそうなんですけど、ちょっとまず、伏田さんからお伺いしたいんですけど、そもそも環境制御を、まあ、導入している人と導入していない人いらっしゃると思うんですけど、伏田さん、なぜ導入しているのかっていうところと、導入しないとまずいよみたいなところとかも含めて、吉田さんの率直なお考えを教えていただきたいなと思うんですけど、どうでしょうか。そうですね。うちが、導入しようと思ったきっかけが、やっぱビニールハウスで葉物で多頭展開してるとですね、水をやるっていう作業、まあ、うちが導入してるのは、まあ、環境制御というか、まあ、自動化してるのは水をやることをスマホでできるようにしてるだけなんですけども、あとは、あれか、ハウスの中にセンサー入れて温度と水分量を測るというところなんですが、刃物を作っていく上でですね、水をやるっていう作業ってすごく大事、当たり前大事なんですよね。で、水が、で、僕はですね、収納をし、えー、して、まあ、新規収納で初めて農業をして、まあ、保護して、るんで、葉っぱ見ても水が足りてるか足りてないか分かんなかったんですよね。で、やるべきかやらざるべきか分からない。特に、今の時期、3月、4月、5、3月、えー、3月から4月、じゃ2月後半から3月、4月に入るタイミングで、水が切れてるかどうかよう分からんと。で、実際水が切れてて、葉っぱが縮れてたりすることはよくあったっていうのがあって、切れてるかどうか分かるようにしたいなって思ったのが、センサーを入れようと思ったきっかけ。そして、水をやるって言っても多頭展開するとですね、水を5分60頭やるってなると結構大変なんですよ。なんで、しかも真夏だとですね、午前2時ぐらいが僕水やってるんで、朝2時に来ないといけないとかってなるんで、それやりたくないんで、自動でできるものないかなと思って探して入れた。っていうところでございます。ありがとうございます。まあ、水っていうのがかなりクリティカルとか、まあ、重要なところで、それ自体で生育に影響が出ると。あとはまあ、シーズンによってはかなり早くやってたりするので、そんなのハウス60とやってられないよね、というようなところもあって。まあ、あとは多分従業員の方もいらっしゃるので、そういった方も同じように動かれてると思うんで、そういうとこそろうありですますね。よね。そうですね。じゃあ、従業員に水任せるとですね、まあ、いろんな作業をしながら水をまくんで止めるのを忘れるんですよね。で、朝まで水が出て、ハウスに入れなくなるとかっていうことは長かったんで、もう自動的に止まるようなものが欲しいなと思ってましたね。
そう、もうそんな、まず。そう、なんていうんですかね、刃物をやっててですね、別に CO2 濃度とかですね、濃度とかで鳴り物みたいにその測らないんですが、ですね、すごく単純というか、なんていうんですかね、そんな難しいことじゃないんですけども、難しいことじゃないんだけどやってることは、でもなかったら今は困るっていうような状況ですね。ただ水を出して止めるだけなんですけども、それで自動化するだけでどんなに楽になるかと。まあそうですね。それ間違って糸を潰すこともあったわけですね。多分これまでは。まあそれはかなり経営に直結しちゃうかなというところも大きいのかなと思います。ありがとうございます。一方、福田さんの方は多分かなり、先ほどの坂田さんがアルスプラウトの前身とかからということなので、まあかなり、初期というか以前の方から導入されてると思うんですけど、まあなぜ導入されたのかみたいなきっかけとか、何が経営からだったのかっていうのはどうだったんでしょうか、そのあたりは。まあ、いろいろ、積極的な理由と消極的な理由みたいなのが二つあるんですけども、まあ、トマトのハウスって、まあ、もともとほら、転送とか、カーテン、あと暖房機とか、まあ、もともと制御盤がついてるパターンが結構多いと思うんですね。で、昔、まあ、本当に父親の代からのハウスでも、そういう簡単な制御機はついてました。転送は転送だけ、暖房機は暖房機だけ、みたいな。カーテンはカーテンだけど、っていうのが、ありまして、で、それがまあ経年劣化でダメになったよというのが消極的な理由ですね。で、次じゃあ何入れようかってなった時に、じゃあ、まあ少しでも省力化になるようなものを入れてみようっていうことで導入するっていうのがまあ一つ動機としてはありますと。で、今度逆に積極的な理由としては、さっきね、藤田さんもおっしゃってましたけど、夜中に温度変更なんていうのはちょっと現実的じゃないわけですよ。だからそこを可能にするっていうのは、まあ、一ついいですよっていうところが、まあ、省力化の意味ですよね。で、それと、あとは、その時期に、温度を変更することで、まあ、燃油を抑えられるとか、逆に生育を促進するとかっていうことができるので、生育にプラスになると。それは収量にプラスになるので、経営的にはプラスですよね、という、そういう積極的な理由との二つですかね、大きくは。ありがとうございます。まあ、トマトというところで比較的多分環境制御系というのはおっしゃったようにいろいろついていたと思うんですけど、あとはその、なんでしょう。まあ、福田さんのところも、従業員の方というか、指示を出さなきゃいけない、まあ、働いていただいている方いらっしゃると思うんですけど、そういった方に対してこう何か指示を出すときで、福田さんの場合はどういう感じの出し方をされていたりするんでしょうか。はい、ありがとうございます。もちろん、まあ、モニタリングの部分ですよね。数値のモニタリングの部分で、環境制御機器を入れてるとはいえ、全部の、例えばサイド換気までモーターで開け閉めしますよっていうフルスペックのハウスではないので、そこまでやっちゃうとめちゃくちゃお金かかるので、手動のところはやっぱいっぱいあるんですね。それを、従業員にもその数値を共有しながら、まあ、ここ見れば、今何度かわかるから、じゃあ25度超えたら、このぐらい開けてね。で、それでも開かなかったら、じゃあ、あと、まあ、うちの指示の出し方だと、ただ1本目の、まあ、横のね、横座のパイプが入ってるんですけど、パイプまで開けてね。で、それでも開かなかったら、そのじゃあパイプの2倍開けてね。で、それでもダメだったら3倍開けてね。っていう、そういう感じの指示の出し方ができるので、まあ、一つ温度指標として、で、それを見ながら、作業してもらうと。いうことができますね。はい。ありがとうございます。まあ、おっしゃるように完全自動だけでというのじゃなくて、手動部分も多分、まあ多分今日参加されている方のところに残っていると思うんですけど、それをこうしてほしいという時に計測した温度をベースとして、これぐらい開けてほしいという基準が福田さんの、まあ、社内であるっていうことですね。なので、まあ明確な指示自体は出せるから、それぐらいすれば、あ、温度下がったなとか っていうのがわかるわけですよね。はい。ありがとうございます。まあ、なぜ導入しているのかみたいなところは、お二人とも、まあ、スタートの部分は少し違う部分はありますが、やっぱりそれをもとに、やっぱり自分たちが現場に行くところを減らすであったりとか、あとは、働いている方も含めると、それぞれの感覚というのは違う中で、総合した、まあ、同じ目線でやっていくみたいなところが、大きくあるのかな、というふうに思いました。こう、導入したことで、自社の経営、まあ今日、冒頭で私もお話ししましたけど、経営、まあ利益の最大とか利益につながらないとダメだよというところをお話してたんですけども、経営の方にどうプラスになったかみたいなところ、ちょっと少し
込んでいきたいんです。伏田さんなんか導入したことによって、経営の、まあ逆にマイナスが減ってるっていうのもあるかもしれないですけど、まあその経営的なメリットは何だったんでしょうか。まず、人間らしい生活ができるようになったっていうのが一つありますよね、最初に。間違いなくです。農業やってると作物に、体は、要は、合わせることになるんで、人間らしい生活をせないといけなくなってくると。それがなくなったってでかいなというふうに思いますね。あと、水切れの、による、生育不良によるロスがなくなったんで、明らかに収量は上がってるっていうのがある。っていうのと、センサー見ながら水も開けるんで、これぐらい水まいたらこれぐらい水分量上がるなっていうのがだんだん分かってくるんで、それによって水のまき方が、だいぶうまくなってきたなっていうのがある。っていうところですかね。で、うちもですね、全ハウス、遮光ネットを最初から上に乗ってるんで、まあ、ハウス内温度、外気見ながらですね、品目によってですね、全部遮光ネット下ろせとか上げろみたいなことを言ったらバーって下ろせるようになったんで、その指標ができたのはでかい。なんで、センサーで温度が大体に30度を超えたら遮光ネット下ろせとかですね、外気が何度になったら下ろせみたいなことを社員に指示しておくと勝手にやるようになったっていう。まあ、ある意味自動化という方。それによってですね、だいぶ利益率は多分すごい向上してると思いますよ。正直。すごいですね。多分、利益率、売上高、利益率で言うと多分、1割ぐらいは変わってるんじゃないですかね、と。10%ぐらい。10%ぐらいは多分良くなってるんで、まあ、投資に対する、リターンはかなりでかいなというふうに私は思ってます。というところです。逆にまあ、要は、ないのは考えられないって感じですね、もう。考そえういうらのはれなない。かった。かなりクリティカル効きますね。刃物において、散水の自動化っていうのはかなり効く。要はもう、水まくん忘れた。でもハウスに行きたくないっていうことないでしょ。多分みんなよくあると思うんです。やっぱかなり効くんで、これ入れないっていうことは僕にはもう考えられないです。ありがとうございます。ちょっと、そうですね。福田さんもぜひ、経営のプラスの面とかですね。逆にマイナスが少なくなったみたいなところもあると思うので、そこも教えていただければと。まあ、岸田さんと同じところはありますね。夜中にカーテンの開け閉めをやらなくていいっていうのは、すごく楽ですかね。はい。そういう意味はありますね。まあ、あとは、やっぱり周辺率が良くなるっていうのはありますし、なんですかね。病気も、昔は本当にハイロカビをいっぱい出ましたけども、ほとんど皆無なので、そういう意味でも、そうすると農薬のね、散布も1回、減らしても大丈夫みたいなものがあったりとか、そういう意味でも、まあ、なんていうんですかね、直接の省力化じゃないけれども、まあ、農薬散布って結構大変な作業なので、まあ、それが1回減るだけでも全然違うし、まあ、農薬も1本ね、もう1万超えるものが結構あるので、そうです。1万5千とかね、なので、その1回なくなるとかいうので、結構そういう意味でもプラスだと思います。はい、ありがとうございます。あれですね、ちょっとかなり質問の方をいただいているので、ちょっとこのあたりはですね、今質問いただいた方々、アルスプラウトに関するところは、坂田の種さんから直接返答いただきながら、一旦トークセッションの最後に質問の時間も設けているので、そこでピックアップはしていきたいと思いますので、ぜひ引き続き質問いただければと思います。じゃちょっとテーマ2つ目に行きたいと思います。まあ、数値化ですね、データ化する、まあ、メリットですね、データがあるメリットっていうところ、まあ、データが見えるようになるメリットと。というところからまずお伺いしていきたいんですけど、まあ、ちょっと先ほどの話と重複する部分もあると思うので、まあ、合わせてメリットと気をつけるべき点というところをお伺いできたらなと思います。土屋さん、このあたりどうですか？データが見えるようになるメリットと気をつけるべき点みたいなところですね。そうですね。まあ、うちで測ってるデータっていうのは1時間ごとにハウス内の温度と水分量を測ってるだけなんで、まあ、2つしかないんですけども、まず、メリットは、目線合わせができる。従業員を含めて目線合わせができるんで、こうなったらこうしようっていう判断がやりやすいというか、作業自体が標準化しやすいっていうところのメリットがあるっていうところですね。ほぼそこにつきますね。標準化できれば、多分品質も上がりますし、作業、な、なんか、考えることはなくなるんで、結構、標準化するところまでは結構大変ですけど、やっちゃえば、ある程度機械的にやるだけなんで誰でもできるようになるっていうところがメリット。で、気をつけるべき点は、センサーが壊れやすいっていうのと、実際その、なんていうんですか、これ、作っているメーカーの方々に言いたいんですけど、結構機器がですね、壊れやすい機器もあるんで、とか、なんていうんですかね、
そう、過酷な環境、まあ、ハウス、まあ、農業をやってる環境過酷なのと、その機械を作ってる人たち、使ってる子たちって、まあ、うちは実習生とかパートとか言うんですよ。結構乱暴に扱ったりするんです。それで壊れたりするんで、そういう人たちが扱っても壊れない、過酷な状況で壊れないものあればもっといいんでしょうけど、現状そうじゃないんで、若干数字が間違いがあるんで、そこは間違えることがあるということを意識することが大事かなと思います。ありがとうございます。まあ、ハードウェア、計測機器自体が暑さに弱いとか、まあそういうことですよね。そうですね。ああ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。まあ、数値化したことで、目線が合うので、より細かく制御できるようになるみたいなところが今いただいたメリットですかね。福田さん何か、こちらデータ化するところのメリットとか、逆に気をつけるべき点、福田さんの観点ってどうでしょうか？そうですね。まあ、メリットはさっきね、先ほど申し上げたところだと思うんですけど、その従業員と共有できるっていうところだったり、あと冒頭、ちょっとお話した通り、その二次利用することで、なんていうんですかね、予測できたりとか、まあ、ある程度ですけどね、ある程度予測することができたりとか、あと、まあ、原因を見つけられたりとか、ですかね。そういうメリットはあると思います。で、それと、まあ気をつけるべき点って、こう私の失敗事例なんですけど、まあ数字に振り回されてしまうところはあってですね、まあいろんな勉強会あると思うんで、まあこうね、参加されて皆さんも結構参加して、いろんなところで勉強されてるとは思うんですが、良さそうだと思って導入して、それを追いかけた結果、まあうまくいかないっていうのは結構ある、結構経験しまして、そうですね。だから思ったように、重油を焚いた割には収量が上がらなかったとかね。そういうのがあったりとかするので、まあ、やっぱり植物をちゃんと見てやんなくちゃいけないっていうところは、ありかなっていうところですね。ただ、教科書に何度がいいって書いてあったから、絶対それがいいかっていうと、そうはならない、と思うので、それは土地土地の土の、なんていうんですかね、質っていうんですかね、土質の状態とか。全く変わっちゃうと思うので、そこが注意点ですかね。だから、例えば同じ地区でも、誰々さんが何度がいいよ、このぐらい水やったから良かったよって言っても、必ずしも自分の補助がそれがいいとは限らないっていうところがあるので、そこがちょっとやっぱり注意するところかなと思います。ありがとうございます。ちょっと今のところに関わるので、まあ、質問もいただいているのでお伺いしたいんですけど、最初に、こう、環境制御を入れられた時に、何の数値を最初設定、まあ、これを基準としてやろうみたいな、設定されたものって何だったのか、みたいなところと、あと多分その数値ってまあ、いろいろ探していかれて模索されたっていうことだと思うんですけど、その模索、どれぐらい時間がかかりましたかみたいな。見極めるのに。みたいな、二つがですね、質問もいただいてますし、まあ、もともと掘り下げたいなと思っていたところでもあったんで、シアさんなんか最初に重要視した設定値って、目安、なんだったんですか？まあ、さっき言われたように、水分量と温度ですかね。そうですね。そうですね。まあ、なんていうんですかね。作物を栽培する上でコントロールできるものとできないものを分けた場合、ハウスでコントロールできるものって温度ぐらいしか、温度と水分しかないんで、なんで、まあ、それだけ入れたっていうだけですね。それ以外のものを入れてもコントロールできないんで、なんでそれだけ入れました。じゃあ、それは、まあ、最適な温度帯と、まあ、季節ごとにですね、あと水分量というのを見極めるまでどれぐらいかかりましたか、星田さんの場合は。結局、1年ぐらいですかね。ワンあシーれズだン。な。でも何回転かやられますもんね、星田やっさんぱの。浜の場合、うちだと最大で9回転ぐらい回してるんで、その中でなんとなく分かってくるんで、しかもハウスもいっぱいあるんで、で分かってきますけど、普通の、まあ、1号もやってますけど、1号だとやっぱりかかりそうですよね。3年、4年かかるかなと思いますけど。まあまあ、そうですよね。3シーズンとか4シーズンぐらいはかかるよと。ありがとうございます。福田さんとこうトマトのところで最初に設定された数値、まあこれ見ていこうというものが何なのかと、どれぐらいこう、見極めに時間がかかったかというのはどうでしょうまあ、やっぱり温度ですよね。いや、か。わかりやすいものは。まあ、それが一番わかりやすかったので、温度から入りましたけれども。どれぐらいで習得できるかって言われると、まだ途上です。私自身も。正直。常にで、ってこそう、とです常にか。ですね。やっぱりその、
で、坂田さんもいろんな品種に帰ってきてますけれども、まあ、うちも、うちの部会っていうかね、この地区のトマト部会も、今度品種切り替わりになるんですよ。で、そうすると品種切り替わると、じゃあ前の品種がこの温度だったか良かったかと言って、それは最適ではないので、だからやっぱりそういう意味でも、やっぱ途上ですね。はい。だと思います。はい。だから菜食密度が変わったりとか、それでも全然変わっちゃうので、でもね、50センチ植えたのを、じゃあもっと取りたいから45、40、40センチしましたとか、35センチしましたってやると、もう全然制御の、値は変わっちゃうと私は思ってるので、なんでそういう意味でも途上ですね。ありがとうございます。まあそうですよね。まあ、あとは環境自体も変わっていくので、こう、それに合わせていくとなると、これまで設定したものがずっと今後も使えるかと、まあ、違うっていうところはあられるわけです。わかりました。ありがとうございます。あとですね、ちょっと一部質問でももらっていて、先ほどちょっと福田さんが、ハイカビ病のことですか、ね、言われたと思うんですけど、そのいわゆる病害虫みたいなものっていうのは、伏田さんのところで言うと有機ジャスですと。まあ、福田さんのところはトマトというのはいろんなもの出ると思うんですけど、そういったところをコントロールしていくみたいな観点で、この環境制御が何かこう役に立っている部分とかっていうのがあれば少し教えていただきたい。吉田さんどうですか、ね、このあたり。特にちょっと有機ジャスなので、少し福田さんのところの考え方は、まあ、一般的というか、一般の人たちは少し違うかもしれないですけど、このあたりどうでしょう。病害虫防除に対して、まあ、ハウス内の環境を制御することで何かこうコントロールできている部分があるのかどうなのかとかです。はい。あとは資まあ、材ですかね。を少なく使えるとかです。はい。直接的にはないですよね。別に直接的にはない。ただ、水分量を適正にコントロールすることによって、間接的に病害虫、要は病気ですよね。湿度、多湿による病気が減ってきたっていうのはあるのと、あと適正なタイミングで水を打てるので、要は僕、家で寝ながら水まけるんで、まあ、正直ね、まけるんで。適正な時期に適正な量をまけるっていうのは、多分そこはすごい寄与してると思いますね。病気の削減に。っていうところがある。ありがとうございます。福田さんの方どうですか？トマトを出るハイカビ含めて、まあ、いろいろあると思いますけど。まあ、カビ系はやっぱ湿度ですよね。うん、湿度のコントロール。で、それはまあ、モニタリングしてれば、ある程度、把握ができるところなので、例えば湿度90%に遭遇するような時間を短くするっていうのは、まあやりようがあるかなというふうに思います。で、まあ例えば、ちょっとね、雨が多くて、難しいなって時も、まああえて、例えばね、天井を開けて暖房を燃やすとかっていうのも、まあ有効な。ずっと燃やしっぱなしするともったいないんですけど、そのちょっと乾く時間を作るっていうことで、だいぶ違うと思うので、まあそういったところですかね。まあそうですね。まあ湿度、水分みたいなところとかで、まあある程度環境制御コントロールできる中で、それによって、まあカビ系とか、いろんな病気の症状を見ながら、あ、こういう時だったらもっと抑えれるようになるなとかっていうのが分かってくるっていうような形ですね。だからそれがまあ農薬とか何か資材に頼る前の段階の環境制御することで抑えれる部分みたいなところですかね。そうですはい。ね。ありがとうございます。そうですね。まあ、あとはなんか物理、うん、そうですね。まあ、物理的に侵入をシャットダウンできるみたいなところというのは、まあ、それは多分、サイドの開け閉めとかあるかもしれないです。まあ、それではない。まあ、それも一部あるのかもしれないですけど。まあ、網に関しては、同じ網がはやっぱ、この場合怖いので、オカハメキビ用の問題があるので、まあ、0.3い。はい。ミリを張ってもう、そうするとやっぱり熱くなるので、換気風の通タしがイミですング、ね。はい。そうですね、換気のタイミングがやっぱり変わってくる。なるほど、なるほど。だからメッシュの細かさとか、そういった虫が入らない対策をしたときに温度の上げ下げが変わるので、そこを自動制御で調整するみたいなイメージですかね。まあだからやっぱ組み合わせですよね。どれかだけで完全に抑えることは難しいので、今ある設備のものをどうやって組み合わせたときにベストな解なのかみたいなところを多分試行錯誤されているというところですかね。そうですね。めちゃくちゃ勉強になります。確かにそうです。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、三つ目のテーマに少し行きながらかなと思うんですけど、まあ、今、いろいろと、節屋さんたちやられてる、実践されてる中で、今後、こういう環境制御を、こういうふうに活用していきたいとか、こういう機能があったらより
使っていきたいよ、みたいなところとか、まあ、こういったデータを取っていきたいとかですね。そういった何か、今後に向けたところの伏田さん、福田さんの考えを聞ければなと思っていますが、伏田さんいかがでしょうか。環境制御、今後、まあ、やりたいのは全ハウス自動化したいですよね。側装も自動化したいし、内張りの上げ下げも自動化したいし、ウォーターカーテンの水が、まあ、ウォーターカーテン使ってて水が出たり止まったりするのはタイマーとサーモで制御してるんですが、それ、まあ、それも含めて自動化したいなっていうのは、まあ、一つあること。で、もう一つが、言うても有機農業の場合、虫と病気をどうやって防ぐかっていうのを雑草を防ぐかっていうところ。まあ、この3つに尽きるんですが、その中のやっぱ発生予察、虫と病気をいかに発生予察で、早く発生を、見つけるかっていうのがポイントになってくる。それができるような、まあ、一瞬やろうとしたのがですね、全ハウスにカメラ設置してですね、AI カメラ設置して、ディープラーニングさせて、全体を撮っててですね、撮ってとか、まあ、クレーンゲームみたいな感じでカメラ走らせて、で、病気の発生、虫の発生を早めに見つけるようなことはできないか、みたいなことを考えたりもしてたんですが、なかなかですね、テクノロジーが追いついてこないのとですね、そんなものを開発したところで需要がないのかわかんないですけども、なかなかね、死ぬほど金積んだら開発し上げるよ、みたいなところがあるんですが、なかなかないな、というところがあるのと、これちょっと、環境制御とは、話、ちょっとずれるかもしれないですけども、刃物においてですね、一番コストかかるところ、要は人件費がかかるところって、収穫から出荷の調整のところなんですよね。そこをいかにロボティクスを使ってですね、効率化させるかっていうのは今後の課題なのかなというところですかね。で、そうなんで、要は収穫のところをですね、まあ、ロボットを使うのか、人を使うのかは別にしてですね、やっぱきれいなものを使わないとですね、収穫作業遅くなるわけですよね。特に有機農業においては、本当に。なんで、そのためにもですね、せめてハウスの中の温度と水分量ぐらい見とこうよっていうのは僕の考え方。見て、適正な水分量を与えて、きれいなものを作らんと、まあ、言うてもね、要は人件費上がって、収穫のところで死ぬ、袋詰めのところで死ぬってなるんで、結構きれいなものを作るの大事。で、その中で我々が有機農家ができるところって何か、もう何回も言いますけど、コントロールできるのと、ハウスの開け閉めと水やりぐらいしかできないです。あと品種変えたりとか、土、まあ、肥料をどうするのかっていうところぐらいしかできないんで、それを、最適解を見つけていくっていうことをやらないといけない。ってとこ、なんですかね。っていうふうに僕は思う。なんで、今後の活用方法とか、欲しいものっていうのは、ない。まあ、なないいというけど。か、今はまあはい。難しさはあるけど、そういっあ、もったと。さっきのカメラで病気見つけるとか、まあ、収穫どうするかみたいなのはまだ課題としてあるが、それを解決してくれそうな最適なものがないっていうことなんですかね。ない。あとはあれですよね。あと、収量予測ですよね。定点でカメラでずっと野菜取ってたら大きさ、生育スピード分かると思うんで、速度。で、あとな、で、そっから、まあ、計算すればですね、あと何日後に収穫できると分かると思うんですよね。うん。で、それが自動的にスマホに飛んできて、で、あ、こんなもんかって表になって出てきて、あ、そしたらこれぐらい、来週出せそうだなとか、2ヶ月、1ヶ月後出せそうだなって分かれば、ね、そこから注文を取りやすいみたいな。あったりと。でも、まあ、ない。なるほど。今、人が目で見て判断していることとか予測しているところとかがもっとそういったカメラなり何なりでできればいいよなっていうのはやっぱり久さんの中で大きくあるわけですよね。もう AI カメラですね、AI カメラは。わかりました。ありがとうございます。はい。あとさっきちょっとこれ質問にもいただいていて、節屋さんが触れていただいたんですけど、やっぱり収穫作業が一番こう人件費ってかかりますよねと。そこの自動化みたいなところに対するなんか投資とか考えてありますかって。節屋さんそこをまあさっきロボットだろうが人だろうがって言われてましたけど、なんかこの辺って何か節屋さんこういうふうになればいいなみたいなのありますか？特に省力化という観点で、やっぱり収穫はかなり刃物は江戸時代から変わってないみたいな記者さんもよく言われますけど そういう状態だと思うんで、そこに関してどうでしょう。そうですね。もう完全機械化ですよね。うん、機械化。米のコンバインみたいなのがあればいいなって思ってますね。で、まあ、メーカーがね、収穫機械、キットを出したりしてるんですけども、いまいちハウスの中で使えて良さそうなものはない。なんで、機械化。もしくは野菜の規格を変えて、株式じゃなくて葉っぱだけで売れるようにしてもらうと。じゃないなとるしんほど。どい。わかりました。ありがとうございます。ちょっと福田さんにも今の今後ねっていう観点で、まあ、こういうふうなデータを取りたいとか、こう活用していきたいみたいなところとか、もしあれば、福田さんの方もお願いいたします。そうですね。でも基本的に制御と
からそのデータっていうのも、まあ、なんていうんですかね。まあ、フィードバック制御的なところが多いと思うんですね。でも実際我々が作業するときにって、やっぱちょっと先のことを考えるので、フィードフォワード制御的なところがあると思うんですよ。だから例えばね、今まで晴れてたんだけど、なんか雲見たらそろそろ雨降りそうだから、次の一回キャンセルしとこうかみたいな関数を。でもそれ完全に機械に任せてると、その関数入っちゃうんですよね、次。雨降るのに。で、そうすると、トマト劣化しちゃったりとか、っていうことが起きるので、まあ、そこをどうやって予察していくかって、まあね、藤田さんのその両替機の予察みたいなところも多分似たようなところがあると思うんですけど、どうやってそこを機械にキャッチさせるのかっていうのは、まあ、考えなくちゃいけないところかな。結構、その自分がやってる作業を見返すと、やっぱ先のことを考えてやるっていうのはあると思うので、そこを機械的にできるところは、その数値の管理とかでできるところはそうしてもらいたいって思うところもあるし、まあそれだけじゃできないところもね、あるので、そこをどういうアイデアで突破していくのかなっていうのはすごく大事かなと思う。そうすれば、例えば収穫が多くなりそうだった時に早めに人の手配をするとか、トマトの場合は、じゃあ一段ちょっと青めに積んでおけば赤くなるとこがこう干渉されるじゃないですか。例えば。そういうことができるので、そういうのを、まあ、うまく機能にね、盛り込んでいけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。なかなか、この間、ニュースでも、どこのメーカーだったかちょっと忘れましたけど、トマトのね、房取りのロボットを稼働しましたみたいなのが出てましたけども、まだまだそれが我々の現場に降りてくるのは、まだまだかかりそうだな、という感じがするので、まあ、とりあえずはそういうところかなと思います。ありがとうございます。まあ、福田さんのところにあったのは予測ですよね。今の状況をもとに予測をして、それを先回りするみたいなことができるのは、まあ、まだまだ人間というか、我々が判断しなきゃいけない部分は、大いにあるよねっていうところですよね。はい。さっきの雲が多くなってきたからって、まあ、気象データ上すぐ出ないかもしれないけど、目で見たら分かって、あ、こうなるだろうって予測が立つんで、みたいなところだと思うんですよね。はい。やっぱりそのあたりを、元にこうどう動いていくかみたいなのは言われているところが大いにあるかなと思いますね。あとは、あれですよね。まあ、ちょっと質問の中とかでもいくつか来てるんですけれども、環境制御自体をこう活用することで、今こう収量の予測とか収穫物の予測みたいなところって可能性としてとかですね。まあそこってできるんでしょうかみたいな。ところが少し来てるんですけれども、環境制御を使うことによって、ある程度こう収量予測につながってるよみたいな観点って、藤田さん、福田さん、どうでしょう。圧倒的にありますね。圧倒的に。収量予測というか、環境制御を使うことによって、作は安定するんで、大体、なんですかね。不測の事態があまり起こらない。要は水切れ、うちの水切れによるとか、高温によるということは起こらなくなったんで、結構一週間後これぐらい、ここはこれ一週間後できそうだなっていう、まあ、ざくっとしたところですけども、そこは結構精度高くいけるようになる。まあ、そうちゃんと管理できるんで。ありがとうございます。福田さん、どうでしょう、この観点。もちろんあると思いますね。先ほどのね、最初の冒頭のグラフがそうですけれども、ある程度何段進むかっていうのは計算できるので、まあ、詳しいところはいろんな文献に譲りますけど、基本的に植物の成長っていうのは、積算気温によるところが大きいというところがあると思うので、まあ、ある程度の予測は可能なんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ちょっと予定をしてた時間が来てしまったのですが、まあ、かなり質問をもらっているので、後ほど最後質問に回答する時間で、藤田さんと福田さんにまた投げかけて、回答を、できていない部分はしていきたいなと思っていますが、まあ、藤田さん、福田さんともに、まあ、やっぱり環境制御っていうのは今、なくてはならないもの、まあ、お話からするとですね、もうなくて、農業経営を続けていくのは難しいようなぐらい活用されていると思いますし、まあ、それによって、見えてきた部分で経営の改善をして、品質とか種量が上がっている。で、今後より良くするためにとか、より病害虫に対応するためにとか、収量予測をしていくためには、まあ、さっきのようなものがあったらいいよね、というようなところとかが出ていたと思うので、やっぱり、まあ、環境制御自体は今後も活用を
していく、導入していくことによって、経営の改善が進んでいくものであるというところは間違いないのかなというふうに思いました。はい。じゃあ一旦ちょっとトークセッションですね。時間としてはここまでになりますので、ここまでとさせていただいて、また最後に、石田さんと福田さんにも入っていただいて質問の回答をしていきたいと思いますので、一旦じゃあ、石田さん、福田さん、ここまでありがとうございました。ちょっと向井さんの方に一旦お渡しさせていただきます。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございました。皆さんたくさんですね、ご質問の方もありがとうございます。また、後ほど第3部終了後にですね、こちらに関しましてはご回答できればと思いますので、引き続きお楽しみいただければと思います。はい。では、第3部につきましては、今回ですね、株式会社サカタの種よりアルスプラウトの方もですね、ご紹介させていただければと思いますので、では、ここからは佐藤さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは私の方から画面を、共有させていただきます。それではですね、ちょっとこちら、ここからは、坂田の方で、バトンタッチさせていただきまして、ちょっと10分弱程度お時間いただいております。ここではですね、今、たくさん、環境制御について、あとは、環境制御を入れたことによる現場のリアルな声っていうのをお伺いさせていただきましたが、じゃあ具体的に環境制御、何があるの？どんな機会があるの？っていうところで、サカタの種が取り扱っております。この画像にあります、アルスプラウトですね。こちらについてご紹介させていただきたいと思います。アルスプラウトはですね、一言で申し上げますと、クラウド連携型の DIY 環境制御システムというような形を採用しております。これはですね、言葉で言うと、文字が並んでて難しく思えてしまうかもしれませんが、姿の種とアルスプラウト株式会社が、共同で、開発、販売をしております商品でございます。坂田が持つ品種だったり栽培知識、アルスプラウト社が持つシステム開発の力、それぞれの強みを生かして販売している商品となっております。特徴に関しましては、大きく分けて3点。低コスト、高パフォーマンス、DIY、クラウド連携型サービス。主な特徴はこの3点となっております。それぞれについて次のスライドで見ていきます。まず低コスト製品というところですね。導入コストのイメージとなりますが、弊社農場に各環境制御機器を導入した際の導入コストのイメージを図で表しております。同等のスペックを持った環境制御機器と比較しても、かなりの低コストが実現できるようになっております。その低コスト実現の理由としてが DIY という特徴になります。こちらですね、届いたキットをご自身で組み立てていただく形となっております。納品形態としては、左下の画像の通り、内気症濃度キットと制御濃度キットというような形で、部品の状態で一度お届けさせていただきます。それらを皆様ご自身の手で組み立てていただくことによって、DIY していただく製品となっております。だいたいですね、プラスマイナスのドライバーをご用意していただければ、1キットあたり約2時間程度で組み立てが可能な製品となっております。組み立てと聞くと、非常に面倒で難易度が高いようなイメージがあるかもしれませんが、DIY によるメリット4点お伝えさせていただきます。1つ目が構造の理解というところです。ご自身で組み立てを行っていただくことによりまして、中身の構造っていうのが理解できるようになると思います。理解できますと、消耗品であるセンサーの交換だったり、簡単な部品交換っていうのはご自身で対応可能となります。先ほど串田さんのコメントでもありましたが、やはりセンサーっていうのは少し使っていくにはなって、消耗していくというところがあるんですけれども、こちらあらかじめご自身でつける場所とか把握していただけると、自身でメンテナンスだったりセンサーの追加っていうのができるようになります。2番目が脱オーバースペックというところで書かせていただいておりますが、やりたいことに合わせて必要なものだけを購入することができるというのも DIY のメリットです。例えば計測項目で言えば、温度だったり湿度、CO2 だったり放射といったところが計測できますが、計測したいセンサーだけを購入すれば、過剰投資にはならないというところで、脱オーバースペックと書かせていただいております。3点目が拡張性というところですね。
投資金額ややりたいことに合わせて増設、ステップアップができるというのが拡張性の特徴となっております。これに関しましては、例えば最初1年目はモニタリングで温度と湿度だけ計測する。翌年からですね、例えばまあ補助金とかが出たタイミングで、増設、まあ、具体的には制御にステップアップしていきたいというときに、まあ、今までのデータを使いながら制御に応用するというようなことができるようになっております。4点目で、人材育成という形で掲げさせていただいております。本商品はですね、販売から5年余り経過しておりますが、環境制御システムをはじめ、それら活用した栽培技術っていうのは、まだまだ発展途上ではないかなと思っております。本商品の DIY という工程を経て、まあ、環境制御について、我々、坂田の種も含め、まあ、農家の皆様、全体で理解を含めて、農業界全体で環境制御についての知識、ひいては、産地のレベルアップというところにつなげていきたいという思いから、少しおこがましいですが、人材育成ということを掲げさせていただいております。三つ目に特徴として挙げさせていただいているのが、クラウド連携型サービスというところです。各ノードで得た情報に関しましては、インターネット、クラウド上に集約されまして、スマホだったりタブレットで確認が可能となっております。一方で、遠隔地、スマホからでもモニタリング、制御の設定、強制的に機械を動かすといった強制操作も可能となっております。アレスプラウトクラウドの機能の特徴としては、下に出しております通り、様々な機能があるんですけれども、天気予報の確認だったり、最近では、市況の状況の確認なんかもできるようになっております。またですね、クラウドを連携していただきますと、まあ、我々近年では遠隔での画面を共有しながらのサポートという体制も取らせていただいております。これらがクラウドの設定以外にも、アルスパートでは様々な設定が可能となっております。一部ご紹介させていただきますと、警報の設定というところですね。例えば、室内気温が30度以上を超えた場合に関しては、警報を受信するということができるようになっております。メールだったり、LINE グループなんかにお知らせをすることができるようになっております。さらにはですね、右側にあります、悪天候時の制御設定というようなところで、例えば風速10メートル以上で、特装の回路を10%までに制限すると。雨が降れば、天装全体を占めるというようなことも可能となっております。特装回路10%というのは、まあ、先ほど、トークの中でも中村さんの方からお話がありましたが、例えばまあ実際にちょっとだけ開けたいっていうようなところも、まあそのちょっとというのは実際に具体的にどれぐらいだというようなところで、まあ、具体的には窓の開け方を10%までに制限したいというような形で、細かく窓の開け閉めっていうのができるようになっております。他にもですね、ユーザーさんごとのやりたいというところに手が届く仕様を実現させていただきたいと思っております。先ほどの話でもありましたが、まあ、例えば終了予測だったり、病害予測、まあ、そういったご希望に合わせて、都度アップデート、システムの方もアップデートしていきたいと思っておりますので、そちらの病害予測だったり、終了予測というところに関しては、ぜひ、まあ、坂田の種、アルスプラウト社にご期待いただければと思います。ここまでご紹介させていただきました中で、アルスプラウトの基本製品を改めてご紹介させていただきます。主な製品としては3つ。内気象濃度、外気象センサー、制御濃度となっております。左側2つの写真ですね。内気象濃度と外気象センサーというものが主に環境測定で使うものになっております。ハウス内の温度や湿度、CO2 を測る機械。そして、ハウス外の風向、風速、雨量など計測する機械となっております。それらが計測したデータを右側の制御濃度につないで、具体的に様々な巻き上げ機だったり暖房機、換水設備などを動かす仕様となっております。これらアルスプラウトはですね、品目を問わず全国で導入が拡大しております。おかげさまで北は北海道、南は沖縄まで様々な都道府県で入っております。ハウス規模に関しましても、大型のハウスから単棟のパイプハウスまで、ハウス規模に関してもどんなハウスにでも使える仕様となっておりますし、品種、品目も問わず、トマトからイチゴ。最近では、果樹なんかでのモニタリングや制御なんかも進んできております。
ですね。駆け足で、ご紹介となりましたが、アルスプラウトに関しましては、最後にですね、アルスプラウトご購入の流れというような形で、ご説明をさせていただきたいと思います。主なステップとしては6段階。まずは、一番初めにアルスプラウトの使用を検討、決定していただきたいと思います。例えば、センサーでどんなことを測りたいのか、そのセンサーをもとに、どんな機械をどのような制御で動かしたいのか、そのようなことを事前にあらかじめ検討していただけると、導入までの流れがスムーズとなります。その後、2番ですね。販売代理店様へぜひお問い合わせください。坂田の種は販売代理店様を全国各地にいらっしゃいますので、そちらの販売代理店様へお問い合わせいただければと思いますが、もし最寄りの販売代理店様、わからないということでありましたら、我々坂田の種の各営業支店、北は北海道、南は九州の福岡まで、各営業支店までお問い合わせいただけましたら、我々の代理店様をご紹介させていただきたいと思います。その後、3番、4番続くんですが、でも、実際に具体的に物が届きましたら、組み立て。あとは4番のクラウド通信契約のお申し込みというような流れで、設置電気工事と6番の稼働というような流れとなってまいります。こちら全体を通してですね、1番の使用検討というところから2から3ヶ月程度お時間を要しますので、余裕を持ったご検討のほどお願いいたします。はい。アルスパートに関してお伝えしたいことはまだまだたくさんあるんですけれども、本日の説明は以上とさせていただきたいと思います。ご興味のある方は、ぜひ一度、坂田の種までお問い合わせいただければと思います。皆様のハウスだったり、ご希望に合わせた仕様を一緒に検討させていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ご清聴いただきありがとうございました。